自分の分かる言葉で書かれている本、分かる言葉で話されている映画、それであれば翻訳はいらない、字幕は不要だ。しかしながら、それでもやはり別の言葉にどう翻訳されているのかが気になるは気になる。それと同じ具合に今の私も、空気のバイブレーションが果たしてどのように音なるものへと翻訳されているのかが気になるは気になる。私は言葉に何か問題がありますか？いいえ、もちろんないです。でも、吉野ヶ里さんのはアルゴリズムですよね。コーヒーの抽出は完了しました。